こいつのとこ行くか。休日だけど。何か用ですか？いや、よかったら一緒に野球の練習でもしようかなって思って。はい、いいですよ。じゃあちょっと待っててください。準備しますんで。母さんに書き置き残してっと。そして、じゃあ投げるよ。どうぞ。そうだ、何かはじめくんに質問してみようかな。お母さんと仲いいね。マザコンか、お前。君の夢って何？めんどくさいし、いいや。これって確か B じゃなかったっけ？君の夢って何にしましょう、これ。はじめくんの夢ってなんだい？え？俺の夢っすか？うん。そうですね、母さんと仲良く暮らしていけたらいいかなと。まあね、家族思いな人はね、好感持てません、ね、でも。いや、そういうのじゃなくて、自分の将来の夢だよ。社長になりたいとかさ、工場持ちたいとかさ、そうですね、実はあるんですけど、恥ずかしいっす。また今度にしてください。夢は、でかくなけりゃ、つまらないだろう。本当に。おみえさん、なんか用ですか？いや、よかったら一緒に野球の練習でもしようかなと思って。で、こいつと一緒にしてって、母さんに書き置き残してっと。じゃあ投げるよ、どうぞ。また、そうだ。はじめくんに質問してみようか。彼女とかいないの？これで夢は何なんだい？めんどくさいでいいや。これちょっとね、続けていきましょうか。とりあえず夢は何なんだい？あ、ところで夢は何なんだい？うん。え、はい。実はプロ野球の選手になりたいっす。へえ。でも、はじめくんならプロになれる素質があるんじゃないかな。マジっすか？けど俺、中学卒業で働き出して高校野球で活躍してないからプロになれないっす。そんなことないよ。高校野球をやっていなくてもプロになった人は何人もいるし、一般の人でもプロテストに合格するという方法もあるし、努力すればきっと夢が叶うよ。そういうものがあるんですか？俺なんか嬉しいっす。頑張ります。遊園地の後に孤立。こいつらホテル行ってんのかよ。元気あるな。おみえさん、プロテストのことをいろいろ調べました。お。で、すごく努力しないといけないということが分かったんです。けど、なんか元気がすごく湧いてきました。目標ができたって感じっす。そうか、よかったね。けど、母さんにはまだ行ってないっす。きっと反対されるっす。大丈夫だよ。きっとお母さんも応援してくれるよ。そうですよね。俺頑張ります。おー、パワーアップしてくれたはじめくんが。こいつももうパワーアップさせたけどな。果たしてこいつはプロ野球選手になるのか。なんで分かってくれないんだよ、母さんのバカ。もう帰ってこないから。お、どうしたどうした。はじめ、待ちなさい。すみません、お見苦しいところ。どうしたんですか？はい、実はあの子がプロ野球の選手になりたいなんて言い出すもんですから、あの子は自分の夢を語るなんて初めてだったんで嬉しかったんですけど、プロ野球の選手なんて初めから実力がありますから、努力すれば無理じゃないですよ。いや、そうじゃなくて、そんなことになったらあの子が私のそばからいなくなるじゃないですか。はあ？あの子にはいつまでも私が必要なんです。とりあえず母さん、お母さん、はじめくんを探しましょう。彼の行きそうな場所を探してください。俺は町の方を探してきます。はい。そして、とは言っても町はひどいからな。どこをどう探せばいいんだろう。あいつどこ行ったんだ、マジで。なんだか疲れてきたし、もうやめようかな。まだまだ探すぞ。やめた。ここでね、やめるのはあまりにもあれなんで、探しますか。もう少し頑張ろう。どこ行ったんだろうな、はじめくん。じゃあ機会が来たら連絡するからよろしくな。はい、はい、ありがとうっす。誰だ今の。はじめくん、あれ、小宮さん心配したんだよ。お母さんも待ってるし、はい、帰ろう。はい、すいません、ご迷惑おかけしました。ところでさっき喋ってたのって誰？知り合い？あ、あの人っすか。なんか道歩いてたら心配して声をかけてきてくれたんです。よっぽど俺の顔が暗かったんでしょうね。で、いろいろと相談に乗ってもらってなんかスッキリしました。いいやつだな。人間捨てたもんじゃねえな。そうなんだけど、なんか怪しくない？何言ってるんですか。おかげで自分を見失わずに済みました。今度一緒に遊びに行くっす。地上の楽園に連れて行ってくれるそうっす。騙されてるやんこいつ。楽しみっす。地上の楽園、
真面目くん、それ確実に怪しいよ。やめてください。これ以上あの人のこと悪く言うの。本当にいい人なんす。小宮さんでも許さないっす。こいつ洗脳されるの早すぎだろマジで。すみません母さん待ってますよね。家帰ります。俺地上の楽園だって。さっきはじめくんの喋ってたやつは一体何者なんだろう。なんだか嫌な予感がするな。怖っ。俺の任務は終わった。おそらく冷凍睡眠すればおそらくこの時代に来ることは二度とないだろう。残りますか。俺はやっぱりこの時代に残ろう。俺は未来に戻るわけにはいかない。ここにやり残したことがあるから。ある日はじめくんのお母さんが買い物から帰ってくると、食べかけのメロンとつけっぱなしのテレビを残してはじめくんがいなくなっていたそうだ。え、プロ野球の選手になれたんかなこいつ。その後どこを探しても彼は見つからなかった。あ、なんか地上の楽園ってやつ行ったんか。風の噂ではどこか遠い国で彼によく似た青年が楽しそうに野球をしていたそうだ。